石川紀之コラ画像選手権。いやーもうね、今日も京都で来てるよ。クソからガチまで。もうね、幅が広い。たくさんの作品を紹介したいなと思いますけど、二つ。一つはガチコラ賞。うん、まあみんなで決めたよね。なんか一番印象に残ったガチコラ賞一つと、あともう一つは、まあ独断と偏見で石川紀之が選ぶ、一枚。に、まあ、金一封ということで、アマゾンギフト券をプレゼントします。ガチコラ賞と石川の力賞ということです。はい。まあ、金一封とは言ってますけど、1000円です。はい。もう、うちもね、プレゼント企画やりすぎてて、こっちもね、財布きついから、まあ、1000円。はい。金一封ですからね。うん。1000円プレゼントしますんで。まあ、もうちょっと跳ねるかな。もうちょっと跳ねるかな。で、大体枚数なんですけど、いろいろ、チョイスしまして、149枚かな ?149 枚、送っていただいております。はい、149枚。で、149枚のうち129枚はクソコラ。で、29枚はガチコラっていう感じかな。だいたい比率的に。比率的に149枚中129枚はクソ。で、29が力作っていう、感想。まあ、パーッと見た感じで、もちろん細かいところまでは見てないので、もしかしたら細工とか、なんか放送用にいろいろ細かいところまでこらってくれてるかもしれないけれども、まあ、大体ざっくりそんな感じですね。じゃあ行きましょうか。はい。まず一つ、トップガン。まあ、今、トム・クルーズの映画だよね。やってるからね。まあ、多分トップガンを使ってコラ画像を作ってくれたっていうことで。雑だな、ほんま。まあ、でも俺よりはうまいわ。俺よりはうまいわ。うまいうまいありありよかったね、リスナーね。ありだって。うん。次行きましょう。いや、もうほんとひどいからね。もうこれなんなのこれ。マックロクロスケってことかな。うん。マックロクロスケっていう。あ、ちなみに、これ紹介してくんだけど、クソコラにはクソって言っていいから。これ愛のあるクソなんで。はい。クソコラにはクソ。ねえ、まあいいものにはいいとかね、ああだこうだ言ってもらっていいんで、クソコラだなと思ったらクソって言っていいです。はい。これ愛のあるクソでございます。投稿者の人は傷つかないでね。うん。次行きましょう。これをさ、ちょっと抵抗ってるよ。ちょっと抵抗で下見て、下見て。ただ俺のお坊ちゃまくんかなと思ったら、下ちょっと入れてた顔ね、これ。着物ちゃんねえ、野田草履。で、ワン太郎これ、奥これ何これこれ誰やこれ。なんか顔傾いて、これナーボー。でもナーボーの顔かなこれ。誰だろうこの顔。ナーボーかな倉山さんではないね。野田はすぐわかるけど。うん。次行きましょう。もうこういうのめちゃくちゃあるから。こういうのめちゃくちゃある。マジで。いっぱいある。いっぱいあるからね。こういうのね。ひどい。あ、ちょっと待って待って抵抗だね、これも。いや、いるんだ。ちゃんとやってるわ。ごめん。クソコラって言ってごめん。ちゃんと、細かいね。いるわ。あ、いるんだ。暗黒さんいるな、暗黒さん。暗黒さんいるんだね。やってくれてんね。雑じゃないね。雑だけど、仕込んでるね。怖いわ。これ何これ？気持ち悪い。これどういうことこれ？これ俺の顔これ？本当に？え、何これ？キモいんだよ、これ。これどういう写真なの？結構古いね、白黒だから。おる、これ。うん。午前10時半ぐらいのちょっと空き始めた埼京線の一番端の席ででっかいビニール袋を持ってるおばちゃん。うん、おる。うん、こういう人を。今日のワンコ。今日のワンコね。ここ文字も変えてほしかったな。今日のうんことかにね。そしたらね、得点高かったよ、これ。いきましょう、次。ん？あ、ここ牛首村のポスター。うわ、わかんないでしょ、これ。ここ、顔に、昔のノーフレームのメガネの時の俺が挟まってるわ。変な髪の毛にした時じゃない。もう後ろ、京ちゃんかと思ったわ。後ろが。
後ろ京ちゃんが乗ったの。いやもうクソあいいね、まあ、この手のタイプも来るかなと思いましたけどね、似合うね、うん、顔の表情もいいじゃん。僕はいつもお前さあのさぶっこんでくるなよマジで、あのね急にねえ、ありがとうございます、倉内さんね。Go to Heaven the Tiger Crouch。ねえ、ありがとうございますね、もう。夢のコラボがついに実現。緊急対談、来い。キム・ジョン、石川のりゆき。うわぁ、緊急で対談しちゃうか。緊急で、うんこちゃん、ひろゆきの裏で緊急対談しちゃうか。ねえ。いいね。これうまいな、結構しっくりくるわ、結構しっくりくるわ、うん、いい感じじゃんね、うん、これあれじゃん、出ちゃうの星まみね、先日いじった、怒られるぞこれ、顔俺はめるのはさ、うん、あれやん、サブツイでやったやつやん。しかも出ちゃうもさ、なんかロゴよ、ロゴ、ちょっとエッチなやつになっちゃうじゃん。ねえ、ロゴ。野獣先輩だろお前これ。もうすぐわかるわ。なんでこれ持ってきた、陰部、陰部いるの、うち。陰部いるの裸の大将放浪記。これ毎回来るよね、コラ画像選手権とかやるとね。裸の大将ね、世界中の人が俺の絵を見てるってこと、うまいねこれ、いいねなるほどね、美術館みたいな、うん、似合うわ似合うわ、うん、ちょっと似合うわ、野田総理の顔に俺の顔当てはめたってことやね、一応ご丁寧に乳首隠してくれたんだね、 ありがとうございます、まあ、画像なんで大丈夫ですけどね、ある程度のは、うん、顔おるおるおる、こういう人おる、こういう人おるおるおる、ね、顔顔いい、顔好き俺、あこの顔のチョイスええやん、うん、なにこれ、それは青春でした、あーなるほどね、俺が自分で自分の顔加工したい、加工を見てみたいって言ったもんだから目を大きくしてくれたってことかな、うん、こんな風になるんだ俺の顔でもこれこれね、だからちょっと目も似てるしね、こういう目するもん、これこれ、うん、俺こういう目するもん、なんかちょっと似てるもん、ここら辺までは、この目するやん、ちょっとじとーっとした感じでさ、冷めた目するもんね。うん。違和感ないな。違和感ないな。怒られない？大丈夫これ。大丈夫？これさ、素材。素材大丈夫かこれは。違和感ないけど、違和感ないけど、ね？素材よ。素材。一応僕の方から、失礼しました。本当にね。生まれた環境を憎むな。だから俺が不良の時代を東京リベンジャーズ。ね、俺だけなんかチャリで来たみたいになってるけどね。古いな。しかも素材が俺の。うん、牛島くん。似合ってるね。牛島くんね。豚島くんになってるね。うん。漫画シリーズ。違和感ないね。これも古いよ。多分これさ、生ルシハウスの時に、もう今ガジェット通信退職したけど、オシノペペっていう人がいて、その人の、つけてたサングラス借りたんじゃないこれ多分。何これ。なにわ男子、初心ラブ、ウブラブって書いてあるけど。うん。ジャニーズってことかな。くそ、こらだね。はっつけてだけ、俺の告知画像みたいだもんね。千と父親と勘違い。あ、タイトルね。なるほどね。豚豚っていうことで、
千と父親と勘違いという、うん、ありがとうございます。タイトルまで決めてくれてね。いやいいよこういうの作ってさアピールするのさ、バンジーはよじゃないよ、もう分かってるから、分かってるからね、まあ、いいから、まあ、ちょっと急にテンション下がったわ、見たくないわこの文字。私は生きる、いや言われなくても生きてるしね、別に俺そんな減らってないし、そう死にてえと思ってるわけじゃないし、原曲生きてるから生きてるのよ。そう私は生きるって言わなくてもいいから、うん、坂瀬、あ左下にね、なんかトレンディエンジェルみたいになってるけど、うん、トレンディエンジェルみたいに、うん、首おかしいしね、なんかバランス悪いよね、布袋寅泰みたいになってる、ね、そうバランスが、うん、同じ顔かよ好きだねこれ、ボラキドールじゃないんだよ、なんで同じやつやってんのよって、こればっかりじゃん。違うやつ使えよ。うん。ボラキノール。うん。ちょ、マジさ、こればっかりじゃん、これ。ちょ、もういいから。もう次やめろよ、次は。もう3個続いてんだよ。ねえ、次やめろよ、ほんとに。違うけども。もう大丈夫だ、少年。私が来た。顔自分で見ても腹立つな、腹立つなこれ、うん、この顔クソコラ、クソコラ、ほんとクソコラだね、うん、もうほんとにクソコラ、発想はいいけれどもクソコラだな、これぞクソコラですね。次、お、ああ、なるほどね。海苔のところにね。うん。綺麗だね。美味しそう。お腹空いてきちゃう。うん。海苔のところに俺の顔ね。海苔好きだし、海苔行きだからっていうことかな。スパイファミリーね。漫画のね。スパイファミリー。顔入れてくれ。あ、これでもちょっと可愛くない？これちょっと可愛くない？これ。俺の顔。多分俺が女装というか、あのメイクした時の俺の顔だけど、え、結構いいじゃん。ヨギママよりかは確実に可愛いよ。うん、確実に可愛いよ俺。そう、これパッと見たらさ、ヨギママよりか可愛いよ俺。うん。ヨギママでしょこれ。ね、でこっちがヨギなんだよ。こっちがヨギなんだよ。そう。ね、ちょっと似とるもんね。ありがとうございます。送ってくれてね。うん。北の国茶葉臭い2000に古いけどねえきっと綺麗じゃん、ちょっともんじょり綺麗じゃん、もういつのもんじょりだろう、ねえ外配信してる時の顔とは違うよね、なんかちょっと顔綺麗めな方な、ちょっとマルコス入ってるもん、俺マルコス怒っちゃうかもしれないけど、ちょっとマルコス入ってない、目のところちょっとマルコス入ってる、うん、そう、そんな感じに思いますけど、私。ねえ。ねえ、俺。犯罪者じゃん。犯罪者じゃん。ねえ。なんか30代の人が捕まって、その人の写真で、最近の画像ないから20代の時の画像引っ張ってきたみたいなさ、顔白いし。次行きましょう。クソだな。また出ました。一応なんか、ペイントかなんかで顔をあからめてくれてますけどね。うん、あのさ、あのもう、キワいんよ、クラスさんのもそうだし、なんか昔のね、戦時中のやつもさ、キワいのよ、どれも。笑っちゃいけないんよ。そう。ねえ、ダメだからね。はい、次行きますよ、これは、サクッとね。うん、時事ネタ、ギリギリ攻めてて、アウトやけどね、偽動画。うん。強いな、これ。最強の配信者。うん。いいね。よっさんと俺。うん。これ、糖尿病って書いてある、ここに。糖尿病。うん。
顔2人の、うん、しかも2人ともいい服着てるからね、結構いい服着てる。糖尿ブラザーズ、先輩と後輩ですよ、糖尿病のあ、いいね、 NR 手込んでる、あ、すごい可愛い絵まで描いてくれて、もうコラっていうより作品やね。うん、いいね、結構頑張ってる。右の方にもさ、ほら俺の絵描いてあるしさ、手込んでるよこれ。うん、ありがとうね。えコラっていうより作品やね。うん、うん、これはうまいね、これはうまいよ、これ石川紀之 vs 久保田悟。うん、いいじゃんねえ、強そう。うん、しかも下のさ文字とかまでさちゃんとしてるわこれ。 Twitter、YouTube とか格闘技歴ゼロって書いてあるもん。そう、こっちの方もさ書いたらちゃんと地価格8000とかね。うん、ブレイキングダウン4って書いてある。無差別級スペシャルワンマッチっていうね。俺こんな体細くはないけどね、なんかトムソーヤ池上みたいじゃん、なんか俺ねえにみかん挟んでんのって感じだね。うん、怒り一脚がない、大家とトラブル、2万人近くの視聴者。俺なんか捕まっとるやん、ニュースになっとるやん俺。うん、怒りって書いてあるけど、しかも土浦ってねえ、太一その目で見るな俺を、太一ねえ、次、逮捕、嘘の通報で大和へ暴言も、ツイキャスよりフリーマーケットと競馬と投げ銭で200万の収入これワン太郎の顔目にモザイク入ってんだよこれねえ、クワガタの時ですねこれ。うん、なんかあったんだねこれ。嘘の通報で大和へ暴言もと、これ何の罪だったんだろうなね、何をお騒がせしたんだろうね。うん、またこれ犬鳴き村、怖いわこれ。これ目と目でしょこれ、奥のところ、この人のさ横にさ目と目あるんですよ。目と目で下にここに口があるんだよね。これマスクみたいになってんだよ、これ口でしょ、これ目よ。だ引いてみると顔に見えるっていうね。うん、そう、久保田はいない。これに犬鳴き村ね、うまい。ねえ、アウトレイジ。気持ち悪いな、これも。ねえ。いろいろおかしない?デコの広さもそうだしさ、なんかなんで顔のパーツが全体的に沈殿してんの?下がってるしね。ね、ガタイでかすぎだしね。ねえ。バランスおかしいじゃん、いろいろと。ねえ。ああ。まあ、おっぱい好きですけどね。うん。これ顔の、まあ。脳にはおっぱいが好きってことで。次、71番目。うん、お!寝台入れ替え、新世紀。いや、世紀とこれ感じ違う。そう。ノトンゲリオンって書いてあるな。大当たり確率、大当たり確率3999分の1、核変突入率 3%、激圧演出、ノリ格納庫。ね、全部俺の顔になってる、これ背景も。ね、あ、ノリンゲリオンか。そうか、ノリンゲリオンね。うん。3% って。東京、大阪、チャリ旅、楽しみに待ってろよな。いや、決めんなや、勝手に。ねえ、人の告知画像パクってさ、いや、決まってないからね、これ。決まってないから、これ。やるなんて一言も言ってないからね。変なもんつくんじゃないよ。ねえ、決めるなや。何やチャリ旅で楽しみに待ってろよ、なんじゃねえよ。なあ。わいじゃないよ。細かすぎて伝わらないモノマネ。列、並べばもらえると思ったのに、
大声で何か言われているが理解できないおでって書いてあるねえ、次行きましょう。圧、うん、ザビエルだねこれ。石川監視中、緑だったりとか、ちょっと見切れてますけど、うん、緑だったり、もうちょっとアップこうかな、見えるか。そう、ミズニャンかなこれ。あ、しかもここ細かい、これ NR になってるじゃん。 NR バツってなってる、うん、でナーボーもいるね。えこれハリポタじゃないねこれね、うん、ザビエルだね。そう、意外と細かいですよ。雑なんだけど、俺の顔一番雑やん。なんでやんお前、俺の顔はっつけただけやんこれ。ペイントで切り抜いて、もうちょっとここ手込んでよこれ。クソコラだな、最後までダッシャーを捨てちゃいかん。最後までダッシャーを捨てちゃいかん。諦めたらそこで試合終了だよ。足軽ええとか、最後までダッシャーを捨てちゃいかん。諦めたらそこで試合終了だよ。石川先生、足軽 B。もうオチわかるけど、ダッシャーがしたいですとか。いいよ、してくれ。ねえ。ミッチーが足軽。BTS これ。ファンに怒られそうだけどね。BTS かなこれは。これあれやん。ネテロ会長とメルエムのハンターハンターのワンシーンですね。俺が手っつってやって、若い時の俺だね。で、あの、キムが粉砕されてるっていう。次行きましょう。81番目です。あ、朝倉未来と俺ね。うん。ねえ、負けとるしね、俺。負けとるわ。まあ、負けるけど。うん。石川紀之とか、朝倉未来、ちゃんと文字も変えてくれてますね。うん。相撲だったら勝てるけどね。なんで俺だけなんか奮闘したのか分からない。しっかり負けてる。はい。第1回、お弟子集会。ああ、配信者の顔に全部俺の顔当てはめたのね。うん。本当にクソコラ。本当にクソコラ。うん。本当にクソコラよ。何がしたいんやっていう。ねキム・テコン。ジャン・イエーチェン。アン・ジョンカン。ク・ヨンソク、キム・テギョン、キム・スンハン、日本のことが大好きですよね。イ・ミンギュ、ヒカキンやん。こうやって見ると一番それっぽいのヒカキンやん。もうそっくりやんこれ。うん、こうやって見るとさ、韓国顔一番違和感ないのヒカキンやん。俺以上に、俺なんか全然日本人やん。こうやって見たら、まあ、負けたわ、俺、韓国顔。うん、馴染んでるもん。なんだよ、これ。気持ち悪いな、俺。何これ。どこのババア、これ。何これ、なんか。よくわかる。高杉かと思ったけど、違うじゃん。カメラを止めるなの人。あ、そうなのこれ。歯どないなってんのこれ。うん。たこ焼きね。多分、全部やるのはめんどくさかったんでしょうね、これね。これ一個一個これ顔違うんですよ。これ一個一個顔違うんだけど、全部の顔にやってないっていうのは多分作ってて、途中で嫌になったんでしょうね。うん。おそらく、あ、ちょっと待って、鼻毛抜く。あ、いった暗黒やん。おもろいけど。雑談と企画、そして配信とか言って。新ノリラ自慢。空想特撮配信。石川紀之、野田ゾーリ、犯人大木、ワン太郎、チョビ付き雨宮、横山で、うまい新ノリラ自慢、うまいもうぽいぽいぽい雨宮もここに入るようになったかねえ、うまいこれはクオリティだねえ女なんだ、犯人大木、犯人大木女役、もう野田ゾーリ、いいね。いいね。うん。新ノリラ島。これいいじゃん。すごい。うん。文字までちゃんとね、いじってくれてて。雑談と企画、そして配信っていう。この映画みたい。新ノリラ島。ありがとうございます。
俺おるわ。俺おる、これ。これ俺ですよ。うん。俺ですよ、これ。ね、うん、おー、すごい。もう作品だね、これも、コラっていうよりかはね。乗り行きレディオ、1分間最強の配信者求む。ブレイキングダウンならぬ、ブレイキングトーク。へー。朝倉みくるのブレイキングダウンをね、こらってくれてるわけですね。うん。顔もいいね。うまいね。同じ人かな？これでこれ。ね。クオリティ異常に高くない？うん。石川のりこ、あなたに会いたい。細かい、これも。見てこれ。リアトツはダメよって書いてるもん。そう。リアトツはダメよって書いてある。ちゃんと。若い頃の桑田佳祐みたい。聖子ちゃん。うん。ありがとうございます。獣のけ姫。もののけ姫じゃなくて、獣ってことね。小玉の顔に俺の顔が入ってますけども。獣のけ姫。うん。アラカルト。うわ！うわぁ！あーまた！俺ばっかりかと思ったらこれ。混ざってるんだわ。本物の獣が。ねえ、小玉おじさんがいますわ。小玉おじさんが。クラウチが混ざってますよ、ここに。また。ねえ。そう、溶け込んでますね、スッとね。髪型。獣のけ姫。あ、そういうことか。いろんな髪型ってことか。獣のけ姫。毛もかけてるのかもね。毛も。うん。お、これ、格ゲーか。格ゲーのキャラクターに俺の顔入れたって感じだね。ちょっと待って。ひどいぞ、まあまあ顔が。この辺はまあええわ。こんなんしてない。こんなんしてないでしょ、俺。俺、ちょっと5兆入ってない、これ。5兆混ざってるでしょ。どっちかっていうと。ねえ。ねえ、俺とか。ねえ。あ、いいじゃん。あ、一番若い俺だね、これね。ありがとうございます。うん、いやいや、捕まってねえし、俺。薬やってねえし。ねえ。やめろや、まあ、ここに俺入れるの。全部そうじゃん。これ、周りのやつ。ねえ。やってねえし。よう喋るけれども。決めて喋ってるわけじゃないんだよ。うん。あの時のじゃ、捕まってねえし。やめとけよ。お前。やめとけよ。これは違うだろ。これは、疑惑はあったりとか、週刊誌とかがなんかやってるけど、これ違うでしょ。ここ違うでしょ、これ。他はそうだけれどもね。うん。うまーこれ。イベン、んこれなんだこれ。イベン、ハイヤー、ヘア、トゥービーコンティニューだって、これ。上、俺渡り歩いてるわ。すごいうまー。うん。イーブン、ハイヤー。うん。これは無理やね、さすがに。うん。エナジードリンク、吹き出す高揚感、泡立つ糖尿って書いてあるよ。左下のところにね。ヨシキの顔を俺にしたんだね。おい、ヨシキ大先生やぞ、と。怒られちゃうぞ、俺も。ねえ。似合わねえ。もういい頃ですよ。クソ頃だけどいい頃ですよ。次行きましょう。108番目。マジクソ頃。ほんのクソだけにクソ頃。ひどいよ、俺は。ねえ。もう30秒で作ったよね。今日一のクソコラ来たね。今日一のクソコラね。よう遅れたなっていう。まあ、ありがたいですけどね。うん。今日一のクソコラ飛んできました。のりちゃん、36歳、うんこを撒き散らす。速報、まさか身が出てるとはという。ね、文字まで入れてる。テレビ風な。うん。速報来ました。ねえ。これもクソネタじゃん。クソばっかやんけ。次やめろよ、クソはさすがに。なあ、110番目。そんな気したけど。ねえ。のりちゃん、36歳。へとみの区別がつかないなどと、供述ということで。うん、信長の野望。ダッシャ。うん、これもまた、これもまたクソコラですね、これもね。うん。いや、でもいいね。
あ、でも意外とうまい、アップルすると。あ、奥にワントロいるじゃん。あ、うまい、クソ壊してない、うまい、気づかなかった。この奥ワントロだよね、これ。久保田学ぶ。顔する、顔する、この顔。久保田学ぶ。ねえ。うん。いいね。信長の野望、ダッシャーということで。布袋寅泰みたいな。なんだろう、なんかコラ、コラ作るとみんな布袋っぽいんだよな。顔が。顔だけ抜いて、他に貼っつけると、みんな布袋っぽくなるんだよね。奥のよっさんじゃない？これよっさん、よっさんか。いや、またこの顔。まあ、確かになんか配信のハイブリッド生まれそうだけどね。ちょっと断り次第ですね。なんかしっくりくるのが嫌やわ。似合っとるもんね、ちょっとね。折ったと思うもん。あの時代は。折ったと思うもん。わ、すごいこれ。何これ。新クソ豚マンって書いてる。わ、すごいね。まあ、ね、さっきも似たようなネタあったけど、ネタかぶりだけど、全然違うわ、これはこれで。すごい。あなたは豚なの？それとも人間なの？って書いてある。うん。あなたは豚なの？それとも人間なの？クソ豚マン。新クソ豚マンって書いてある。でも同じ人かもね。市川た、なんで俺だけ本名？あ、みんなや。市川隆弘、橋本宗弘、山本直樹、椎名優樹、久保田学、豊福清、河井匠、犯人大木。大木だけ本名分かんなかったんだ。ねえ、タイガークラウチって書いてて。ねえ。で、日付も6月3日フライデー。今日の日にちになってますよ。で、俺の顔と、ねえ、そんなに配信が好きになったのか。クソ豚マン。ちょっといい顔だろ、腹立つね。野田総理、ナーボー、TJ、ポンスケ、タイガークラウチ、ハニーオキ、ナオキ兄さん、キモノちゃんで奥に、モンジョリとか、これ多分座談会の時の写真だね。新、クソ豚マン。そんなに配信が好きになったのか。クソ豚マン、いいね。あなたは豚なの？それとも人間なの？って。わかるやん。サネ？サネこれね。作品のサネ？いや、手長。手異常にな。ちょっと待って。細かい気づかなかった。細かい。福袋持ってる。ねえ。気づかなかったわ、これ。ねえ、細かい。手に福袋と傘持ってる。センスあるぞ。着物ちゃんが今日、東京地検に移送されるぞっていう。そういう枠を俺が取ってるってことだね。逮捕された。逮捕された。あ、コメント！ちょっと待って。コメントもさ、ねえ、なんかいろいろ書いてるよ。楽しみ、ミスニャンってまだ行方不明。重。ミスニャンがかわいそう。くっそ重いぞ。自分が撒いた種だと思う。しっかりと罪を償ってください。ワクワク暗黒から。重いな。実刑下るのかな。速報、緑が当選。もういい。ミスニャンの件で暗黒が炎上してる。捕まった割には、閲覧少なないこれ。閲覧。閲覧少ないわ。どんだけこの人投稿するんだよ。努力賞だな。同じ人は。パイセン久々に見た。めちゃくちゃしっくりくるんだけど、これ。やばい。めっちゃしっくりくるんだけど。すごいしっくりくるわ。なんだろう。だよねって感じだよね。プリズンブレイク。超馴染んでる。ねえ、こっちみんな。パイセンで、それを俺が撮ってるってことだね。ま、どんだけ投稿すの？同じ人大佐。ダッシャー顔。すげえ、奥もこれ、俺のサムネイル入れてくれてる。ねえ、旗。ここにワンタロウの顔入れてほしかったね。ここに。ここにできればワンタロウの顔があったらさらに点数高かったね。こけてる。
ワントラの顔欲しかったね。いや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 、好きやなこれ。うわ、しかも、え、ちょっと待って、これオレンジじゃないこれ背景。よく見て。うまい。これしっくりくるなと思ったら、これオレンジやないこれ。うん。これ背景、背景、背景。中から警察いっぱい出てきてるけど。うん。自称インターネット配信業の市川貴博容疑者を自宅前で逮捕。速報って書いてあるわ。優は何しに日本へ。日常に潜む日本の闇スペシャル。偉大なる将軍様から直接指示を受けてきた。面白優にガチ直撃。密入国から配信業へ。日村の顔。これ横浜の時やね。ワン太郎と雨宮とね。この豚、どうする？これうまいね。大豚重の後始末って書いてあるわ。うん。ねえ。大豚重の後始末って。この豚、どうする？うん。いいね。おっさんずラブ。ある日僕は部長に告白された君に会えてよかったってこと。来てそうだしね、なんかね。来てそうだし、なんか悪いこと考えてる顔だよな。今行けないとに石川来ること決まった時の顔だよね、これね。いや、6月20日石川来るから、みたいな。歯に大きかよ。ねえ、ちょっと鼻かいてるじゃん、これ横ね。ちょっといいね。ちょっとスーツ似合ってるわ。これ、顔小さかったら完璧やん。スーツ似合ってるわ、これ、青いスーツね。意外と金髪だったら爽やかに見えるね。いや、セーフだろみたいな。おかしいじゃんみたいな。今、セーフでしょって言ってんだよね。なんでみたいな。どこ見てんのみたいな。いいね。止められてる。うまいね。歴史で読み解く北朝鮮核危機。ニュースウィーク。北朝鮮の歴史ってことで、俺の顔当てはまってますけどもね。多いね、やっぱね。あっち系多いな。いつもね。ありがとうございます。万世139番目知らない私に出会おう、ワコール女性下着の広告かな、ワコール、わすごい、これこれコラっていうより作品だね、これもね。あー、なんかすげえカレンダーみたい。春 NR 旅人、夏そうだ旅に出よう。これすごい、めっちゃ綺麗。ノリラジで、ほら右下を見て、これノリラジで旅気分を味わってみませんか、いいですよね旅、 NR 旅豚って書いてある。ほら下のとこまで、これフォトス部石川紀之って書いてあって、紀之ラジオって書いてある。2022ってここまで細かくやってくれてるもん。春夏秋冬、これは綺麗、すごい。これもちょっとコラじゃないけど、JR が NR になってんだ。これ綺麗だね。ポスターになってるじゃん。なんじゃこれ。おっぱい力士。白鳥豚。あ、じゃあ白豚とかかな、これ多分。白豚？数十年ぶりにある古い写真を発見した。皆さんは知っているだろうか。かつてこの日本には白い豚にそっくりで、可愛いと世の奥さんを虜にし、自らもおっぱいが大好きで一躍有名になった力士白豚を、糖尿が悪化し相撲界を引退となったが、数年後白豚関をこよなく愛してきた勇士により、相撲のできるこの公園に記念碑が建てられたというとか言って、殺すな、文章凝ってますね。これも作品ですね。はい、以上かな。149作でございます。新クソ豚マン。いいね。いろんな配信者入ってるのも面白かったよね。上手にね。これにしますか。これと多分、これ同じ人なんで。ガチコラ賞。新ノリラ自慢。かな。石川のりゆき賞はね、春夏秋冬行こうかな。すごい綺麗。これは、これは、ポスターだね。まあ、コラ画像とはちょっと違うんで、石川紀之賞ここに入れようかな。で、映画のポスターの作品を、
ガチコラ賞にしたいなと思います。ありがとうございました。楽しんでいただけましたか。まあでもクソコラとガチコラでいいバランスだったんじゃないかなと思います。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。